飲んで痩せるチョコレートドリンクお伝えしていきます。このチャンネルでは腸活を通じて健康的で綺麗に痩せるための情報をお届けしております。ぜひチャンネル登録していただきましてお役立てくださいますともとっても嬉しいです。また詳細欄 LINE のリンクから痩せる4つのプレゼントを無料で差し上げております。ぜひお役立てくださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。1つ目の項目です。なぜこのチョコレートドリンクで痩せることができるのかというその痩せるポイントについてお伝えしていきます。ポイントは4つあります。1つ目、あなたの腸内環境が整って痩せ体質になれるから。2つ目、血糖値の急上昇を抑えてくれるから。要するに食べるとですね、血糖値が急上昇しますよね。その時に脂肪をどんどん溜め込んでしまうわけです。そこをぐっと抑えてくれる効果があるドリンクだからなんですね。そして3つ目、脂肪燃焼効果も高いドリンクです。もうどんどん燃やしてもらいたいですよね。そして4つ目、女性ホルモンのバランスを整えてくれるからなんです。ここもポイントなんですよ。私たちね、女性はやはりその女性ホルモンの影響をすごくね、受けてます。毎月来る生理もそうですし、そういった時にですね、やはりバランスを崩してしまうと食欲が暴走したりですね、いろんな不具合が起こったり、また年齢を重ねると同時にこの女性ホルモンの分泌が減ってしまって、結果そのホルモンがですね、脂肪を燃焼してくれたり、悪玉コレステロールを抑えてくれたり、代謝を上げてくれたりしているのが、どんどんね減っていってしまうっていう、そこをですね、しっかりこのドリンクを飲むことで底上げすることができるんですよ。はい、そして2つ目の項目です。何を使うんでしょうかということで、今回ですね、私すっごく美味しいものをですね、発見したんです。こちらです。いかがですか？見かけたことありますか？アジゲンさんが出していらっしゃる生姜純ココアパウダーなんですね。でこれがすごいのは、皮付きのままの蒸し生姜を使ってくださっているということと、裏の原材料名見てみますと、ココアパウダーとその生姜の粉末、しかも皮付きということで、この2つのみでできていて、ここに書いてありますけども、甘味料が不使用なんですよね。もうここすごくポイントですよね。市販のこういった、ココア系のドリンクって余計な添加物がいっぱい入っているからね、私なかなか買えないんですよね。例えば人工甘味料であったり、香料とか乳化剤とか、もうとにかく余計なものいっぱい入っていて、わざわざ買いたくないなって思うものが結構多い中で、こちらですね、有限会社アジゲンさん、味の源と書く会社の、メーカーさんなんですけれども、こちらのこの生姜純ココアがものすごく美味しかったんですよ。しかもココアに生姜ってね、普通思うかもしれないんですけども、これ全然生姜の味が全くしなくて、しかもお届けできるかなと思う、これですね、もう粒子がすっごく細かいんですね。もうほんとクシュンってここでくしゃみしたらブワーって広がるぐらい、見えますでしょうか、見にくいかな、すんごくですね、もうとにかくこの粒子の細かさに私驚きまして、で作ってみたんですよね。早速どんなのかなと思って、で作ってみたら、あまりにも粒子が細かすぎて、その水分とですね、なかなか混ざってくれなかったっていうぐらい、すごい、もういつまでたっても、もう何回ずっとかき混ぜても上にこのココアパウダーが浮いてしまって、なかなかね混ざりにくいぐらいに細かいですよね。なのでこの3つ目の項目、どのようにっていうところで、私ですね、簡単にその混ざる作り方、自分でですね見つけたので、すぐねシェアしたくてこの動画をご準備しました。でここでですね、何をということで、メインはこの生姜の純ココアなんですけれども、じゃあですね、この生姜とココアがじゃあどれぐらいのダイエット効果があるのかということをですね、お伝えしたくてご準備したのがこちらになります。まず、ココアってカカオですね、カカオパウダーですよね。でカカオってすごくダイエット向きなんですよ。カカオ、チョコレートってね、普通ダイエット向きじゃないと思う方多いと思うんですけども、それはやっぱり加工されたチョコになってるからですよね。お砂糖がたっぷり入ってたり、添加物がいっぱいあったり。でもその原材料のココアですよね、カカオです。カカオは痩せるんですよ。これすっごくダイエット効果高い。
例えば食物繊維が多く含まれていることで腸内環境が整う、腸内に住み着いている痩せ菌と呼ばれるその善玉菌たちの餌となるのが食物繊維だからなんですよね。そしてしかもカカオはね、発酵食品ですよ。発酵してるっていうことは、一度発酵した食品っていうのはですね、消化吸収がすっごくねいいんです。ということは結局腸に負担をかけずに、まあ、腸の立場に立ってみればですね、うわやった発酵してるって、仕事量が減ったってね、仕事の量が減るわけですよね。そうすると腸にも負担をかけずに、まあ、元気に消化吸収ができるということです。そしてレジスタントプロテインが入っています。これがまたね、善玉菌痩せ菌の餌となる素晴らしい、まあ、プロテインになるわけですよね。そして何といっても老廃物をデトックスする効果も非常に高いので、余計なものがたまったままだと痩せることができないんですよね。そこをしっかりごっそりと大掃除してくれるのがこのカカオになります。はい、そして次は生姜ですよね。これもね、特に私たち女性にとってはすごくねダイエット効果がある食べ物なんですよね。もうまずはどんどん脂肪を燃焼してくれます、まあ、燃やしてくれるわけです。そして太るもと、血糖値の急上昇、要は脂肪を溜め込むのを防いでくれます、抑えてくれるわけですよね。そして体を温めてくれます。いかがですか、今、まあ、だんだん暑いね季節になってきていますけれども、逆にクーラーとかでね、実は冬以上に冷えるっていうことが起こってしまう季節なんですよね。体が冷えるっていうことは代謝が落ちますから太ってしまうわけです。そこをこの生姜の力を使って、まあ、お体を温めて代謝を上げましょうということ。そしてその結果デトックス効果も上がりますから、余計な老廃物をここでもどんどん出していくことで健康的で綺麗に痩せることができるんです。はい、そして材料の3つ目が持つ痩せ効果なんですけども、今回このチョコレートドリンクに使うのは豆乳です。無調整豆乳を使っていきたいと思います。で、この大豆製品ですね、豆乳もこの大豆製品がですね、冒頭でお伝えしましたその女性ホルモンと似た働きをしてくれるイソフラボンが入っていることで、脂肪燃焼効果だったり代謝促進だったり悪玉コレステロールを抑えてくれたりっていう、こういうね同じような働きをまあ助けてくれるわけですよね。なので、まあ、かぶりますけども腸内環境を整うイソフラボンが入っていて、食物繊維も豊富、しかも高タンパクですよね。あと大豆オリゴ糖が入っておりますから、これもまた腸内環境を整える材料の一つということで、もうこんなにもですねパーフェクトなダイエット食材ということになるんです。はい、そして今回はですね、こちらの生姜純ココアには甘味料が入っておりませんので、ちょっとね飲みにくいなっていう方はおすすめの甘味料があります。それが蜂蜜です。これもお砂糖や香料とか余計なものが添加されていない 100% のピュア蜂蜜、できれば国産のものがベストですね。加熱処理をしていないので、まあ、海外からの輸入物は、まあ、加熱処理してしまうことで栄養価がね変わってきますから、まあ、できれば国産がいいなと思います。で、この蜂蜜ってですね、もちろん甘いので取りすぎてしまうとねカロリーオーバーですから太るんですけれども、適量でしたらもうかなりのダイエット効果が得ることができるんですね。蜂蜜にも脂肪燃焼効果があったり、同じく腸内環境を整えてくれたり、またポリフェノールが含まれていますから、さらにここで脂肪燃焼効果をアップさせることもできる素晴らしい甘味料なんですよね。で、なんといってもね栄養がたっぷりなんですよ。例えば白砂糖なんかも精製されてね、もう全く栄養取れませんけれども、やっぱり蜂蜜はいろんな栄養素がね入ってます。ビタミン、ミネラル豊富ですから、ここでしっかりと栄養を取ることでダイエットも成功させることができるんですね。栄養不足の方は痩せることはできませんよ。ここすごくポイントですので、しっかりと栄養を取るっていうのもダイエットの成功させる一つのポイントになるわけです。ではここから3つ目の項目です。どのようにということで、今回この項目では材料と作り方をお伝えして終わりたいと思います。まず材料です。痩せるチョコレートドリンクということで、今回は腸活をベースに考えたドリンク作ってみました。1杯分です。まずは無調整豆乳を 200ml です。ここがポイント、無調整ですね。そしてできれば国産の大豆を使った遺伝子組み換えのものではない豆乳がベストです。そして先ほどお伝えしておりますこの皮付き蒸し生姜入りのね、この生姜の純ココアのパウダーです。これを大さじ1杯ですね。そして蜂蜜を小さじ1杯から2杯、お好みで2杯ぐらいまででしたら大丈夫だと思います。
ただ あんまりね甘いものが苦手な方とか必要ない方はもちろん蜂蜜でなくてももうこれだけでも濃厚チョコレートドリンクになりますので楽しみに作ってみてくださいね。はい、それでは作り方になります。簡単なんですね。先ほどお伝えしました通りものすごくですね粒子が細かくって、例えばこうマグカップに入れてですね混ぜるだけはなかなか混ざらなかったのでよしと思って考えたのがこちらです。これはですね私の主人が使っているプロテイン用のシェーカーになるんですけれども、このシェーカーすごく便利なんですよね。なぜかというと、もうこのシェーカーのこの裏側にですねもうメモリがついていて、わざわざ豆乳200をですね測らずともですねここの200まで入れたらいいんですよね。そしてまあその豆乳入れますよね。そしてココアを大さじ1杯入れて、あと蜂蜜もですねもう入れちゃいます。もう4は全て入れて蓋をしてですねもううわーっとですねものすごく振ってみてくださいね。そうすると泡立ってですねこう豆乳ラテみたいな形でものすごくね美味しいラテ風のチョコレートドリンクのもう出来上がりです。でここでポイントなんですけれども、蜂蜜はですね軽くレンチンして温めておかれますともうすぐに溶けますのでいいと思います。結構ね固いままですとダマになったりとかしてね飲んでて あれって溶けてなかったとかねありませんか。なのでレンチンするとよりねきちんと溶けていいと思います。そしてまあ私なんかはですねああもう時間ないやつ時は実はもうこのままがあとね飲むこともあるんですけれども、ちょっとねおしゃれに飲みたいじゃないですか。お気に入りのおしゃれなカップにこうねちゃんと注いでゆったりした気持ちでね飲みたいなって私も思います。でここでですねやっぱり豆乳は冷たいもので作るのもこの季節ねもちろん美味しいなって思うんですけれども、冷たすぎるのは NG ですね。腸が冷えてしまって代謝が落ちて太ってしまいますから、できればですね私も豆乳冷たいものを使うときはある程度作った後ちょっとね常温になるまで放置しておくんですよね。そこから飲んだりとか、あとはまあ軽くレンチンして温めるっていうのも OK だと思うんですよね。なので本当にこのねシェーカー大活躍しますよ。こぼれませんしね、もう思いっきりねストレス発散ですよ。おりゃーってね振っていただいて、しかもものすごく振れば振るほど美味しくなりますので、ぜひあなたもこういったシェーカー一つあるとですねいろんなことに使えますので便利なので、ぜひ使ってみてくださいね。さあいかがだったでしょうか。今回はもう私こちら見つけた味源さんの生姜純ココアものすごく美味しかったのでおすすめしたくてすぐこの動画をご準備しました。あなたもぜひ美味しく作って飲んで召し上がってみてくださいね。そしてダイエット効果をゲットして健康的で綺麗にダイエットを成功させていただきたいなと思います。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。